はい、今ねどこにいるかっていうと、沖縄の大宜味村にいます。大宜味村、沖縄の北部ですね。今ちょうど入ったところです。で、大宜味村のところ今県道58号線を走ってたらすごく綺麗なビーチを見つかるので今、車をねパーキングガラスを止めて今入っているところです。ゴミがでもねなんかすごく多いって感じてしまって見てたんですけど、もちろん日本のゴミもあるんですけど、かなりの数が、特に中国が多いですね。裏を確認して地形的に台湾かなと思ったんですけど、近いからだけど、ほとんどこれ漢字見て裏見ての浙江省とか北京とかね上海とか、杭を打つ広州、そういったところのからの、まあ、製造ということで、まあ、大陸ですね。台湾ではないなって思いました。台湾のやつももちろんあるんですけどね。で地形的にはそんなに半島韓国のやつはまあ流れてないけど、このように今左見ていただいてあります。まあ対馬行った時とかね、よくまあ自分は海岸線なんかもこういう行くわけですけど、ゴミがやたら散乱してるわけ、日本が行った時もね。でやはり日本人でもね、もちろん釣りしてる、自分は釣りしますけど、捨てる人います。ただ世界的に見てみて比率を考えると、まあ捨てることに対して悪いと思うじゃないですか、自然を汚すというね。なので比率的には少ないんだけど、まあ多くはないわけです。だけどやっぱりこっちの人は結構平気で物を捨てるんだなっていうのをね、実感してます。これは対馬行った時も韓国からのねゴミがすごい大量に来てましたけど、すごいです。まあこういうの見てると漁船ね、これ浙江って書いてるじゃないですか、これ、漁船がだからこういう、これもそうかな、浙江省、これ浙江って書いてますね、ここ。だから漁船が、まあ、こっちに来て、かなり日本の領海を犯して、尖閣諸島なんかはそうですけど犯してね、それを捨ててってるなって感じですね。もちろん大陸の 海水浴場からで捨てたのがこっちに流れてきてもあると思うんですけど、まあ距離もありますし、多分 漁船がね、向こうの漁船が来てこういう風にね放棄してる感じがします。で今からちょっとこの海岸線を、こんな綺麗なビーチなのにこんなゴミが捨ててあるとね、ちょっとどうかなと思っちゃうので、今から、ちょっと掃除します。うまくまとめて